今日は卵サンドの作り方をご紹介したいと思います。用意するのは食パン、卵1個、これ剥いたやつです。とお塩とマヨネーズ、あと秘密の道具ビニール袋とを用意してください。では始めます。ビニール袋に、新しいビニール袋を使ってください。この中にゆで卵、殻を剥いたものを入れます。そしてぐるぐるっとやってください。こうすると、まな板とか使わなくていいので子供でもできて簡単安全です。しかもすごく早くみじん切りしたように細かくなります。はい、できました。これぐらいになれば大丈夫です。この中にマヨネーズを、だいたい卵1個につき大さじ1ぐらいを入れてください。そして塩、指に3本分で一つまみ入れてください。塩は入れても入れなくても構わないんですけれども、入れた方が入れた時に味がしっかりすると思います。パンに挟むと味がぼやけちゃうので塩を入れた方がなんだか美味しいなっていう感じになると思います。はい、こうこうしてるうちにできました。出してみますね。自分でサンドイッチを作るときはこのまま、サンドイッチのパンの方に絞り出していただいて構いません。その方がもったいなくないですし。はい、これで卵サラダができました。このままサラダにトッピングしてもいいと思います。ではこれをパンにのせていきます。はい、そしてパタンと挟んでください。自分で食べる分には十分これでも可愛いんですけど、これを包丁で半分に切ります。じゃじゃん、卵サンド完成です。以上、卵サンドの作り方でした。